い、マレママ TV です。なんとチャンネル登録者数が1000人を超えました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、1000人突破までだいたい5ヶ月ぐらいかかりました。正直1年ぐらいはかかるんじゃないかなと思っていたので、とっても早く達成できて嬉しいです。本当にありがとうございます。登録者が1000人になりましたので、質問コーナーをやりたいと思います。イエーイ。どんな質問でも大歓迎です。バレエのことや子供のバレエのこと、技術のこと、あとバレエ団ってどんな感じだったのとか、ちっちゃい時はどんな風にレッスンしてた、なんでもいいです。バレエ以外のことにもいいので、どんどん質問してください。あとお菓子の数でもいいですよ。はい、お菓子が大好きだからね。そして質問はこの動画のコメント欄に、そしてバレエママ TV のツイッターの方もありますので、コメントはどちらでも構いません。じゃんじゃん皆さん書き込んでください。よろしくお願いします。さて、今回は私が動画で作っている時にちょっとこだわっているポイントを見てお伝えしたいと思います。こだわっているポイント、1つ目は次の動画を見てねのエンドカットの部分をこだわっています。この部分はテンプレートで作っている方も多いと思うんですが、私はせっかく最後まで見てくださった方のために、もう一度一番最後でクスッと面白いなって思ってもらえたら嬉しいので、全ての動画を変えてそこの部分を作っています。はい、私が次の動画見てねの部分でおすすめなのが何個かあって、まず一つはちょっと前に作ったバレエで写真写りをきれいにしようっていう動画の、そのエンドロールが結構面白くできたなと思っています。テーマはオルゴールになった感じで作ってみました。はい、そしてもう一つは一番最初の動画ですね、いっちゃんの変顔で作ってるエンドロールも結構面白くできたので、ちょっとここで見てみましょう。こちら、どうでしたか？面白いですね。はい、エンドロール毎回違うので作っているので、見たことないなって方はぜひ最後の部分まで見てください。はい、そして私が動画を作る時にもう一つこだわっているポイントは、バレエの YouTube 動画だと結構流し撮りでテロップ少なめっていうものが多いんですけど、私は編集がっつり、テロップがっつり、効果音がっつりっていう感じで作ってます。はい、編集がっつりいろいろ入れると、正直編集時間はとっても長くかかってしまうんですけど、見てくださってる皆さんが最後まで飽きずに面白くって分かりやすいなって思ってもらえるように、編集をいっぱい入れて頑張って作っています。だいたい1本動画作るのにかかる時間ですが、撮影するのに1時間ぐらいかかって、編集するのに大体6時間ぐらいかかっています。撮影時間はだんだん慣れてきて短くできるようになってきたんですけど、編集にまだまだ時間がかかっているので、そこは腕を上げて頑張ってやっていきたいと思います。はい、それではこれからもバレエママ TV よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。